はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。本日9月15日水曜日です。今日はですね、9月の27日から朝ドラの再放送が2つですね、決定しましたので紹介していきたいと思います。1つ目がまあ姉ちゃん、2つ目がじゅんちゃんの応援歌ということで、どのようなドラマなのか紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、本年度前期に再放送がされておりました、NHK 総合では花子とアン、 BS プレミアムではアグリが再放送されていたわけです。ご存知のように、花子とアンは赤毛のアンの日本語翻訳者である村岡花子さんの半生を原案とした、フィクションであり、アグリの方はですね、作家吉行淳之介さんや女優吉行和子さんらの、母親であり、美容家として知られる、吉行アグリさんの実話エッセイをモチーフにした、ドラマでありました。ということで、この2つの再放送が終わるということで、今回新たな再放送が決まっております。はい、まず BS プレミアムで放送されるのは、まあ姉ちゃん。NHK 総合で再放送されるのが、じゅんちゃんの応援歌となっております。それでは、それぞれどういったドラマなのか簡単に触れて終わりたいと思います。はい、それではまずまあ姉ちゃんの方を紹介していきます。まあ姉ちゃんは1979年、昭和54年に、前期作品として放送されたものです。第23作目にあたります。前期作品ということで、 NHK 東京が制作を担当した作品になります。まあ姉ちゃんのヒロインは磯野真理子で、真理子役を演じたのは熊谷真実さんでした。はい、まあ姉ちゃんの原作はサダイさんの著者として有名であります長谷川真知子さんの自伝的漫画サダイさん打ち明け話が原案となっております。長女の磯野真理子が母、姉妹4人の家族を支え、第二次世界大戦を挟む20数年間をたくましい生命力で生き抜き、戦後サザエさんの生みの親となる妹の真知子を世に送り出すまでをコミカルに描いた作品となっているようです。はい、ということで、熊谷真実さん演じる麻里子の妹役の真知子役を演じたのは田中裕子さんでした。はい、ということで、田中裕子さんはこのまあ姉ちゃんの作品が女優デビュー作となっていたようです。はい、そして田中裕子さん演じる磯野真知子のモチーフが長谷川真知子さんということになっています。はい、ということで、史実に基づいたドラマになっているようですね。はい、ヒロインは、長谷川真知子の姉目線から妹を見た、そういったドラマに仕上がっているのかなと思います。はい、続いて、純ちゃんの応援歌ですが、こちらは1988年、昭和63年に後期作品として制作されまして、第41作目にあたります。ということで、この辺はですね、割と最近で、バブルのあたりですね、バブル期の、まあ、絶頂期のような時ですかね。はい、ヒロイン、小野純子役を演じたのは山口智子さんです。山口智子さんもこの純ちゃんの応援歌が女優デビューした作品となっています。はい、あらすじは、戦後の和歌山大阪兵庫を舞台に、弟思いで野球の大好きなヒロイン純子が
甲子園球場の近くに旅館を開業し、高校球児の母と呼ばれ、女将として活躍する姿を爽やかに描いた作品のようです。はい、ということで、弟役の小野明役を演じたのは西川博さんでした。西川博さんは西川清さんと西川ヘレンさんの次男になります。そして、後に小野家の養子になる林雄太役を演じたのが、唐沢俊明さんということで、この純ちゃんの応援歌での共演がきっかけとなって、結婚されたということになります。はい、純ちゃんの応援歌に関しましては、ちょっとね、史実が見当たらないということで、なんかありそうな話なんですけれども、一応、まあ、オリジナルドラマになっているようです。はい、ということで今回は9月27日から再放送が予定されています BS プレミアムのマーネちゃん、 NHK 総合の純ちゃんの応援歌についてどのような話なのか簡単に紹介してきました。私はどちらも見たことがないので楽しみですが、特に長谷川真知子さんの自伝に基づいたマーネちゃんは興味津々ですね。はい、はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、コメントも非常に励みになりますのでよろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。